はい、こんにちは。この動画はブリーチ1回とブリーチ3回後の毛束に薬剤を乗せて発色の違いをより多くのカラー剤で検証するという企画の中の一つで、カラーが上手くなるためにまずはたくさんの結果を見て目を鍛えるというコンセプトでやっています。最短で紹介しますので最後まで見ていってください。今回使う薬剤はこちらです。中野キャラデコのレッドですね。こちらを使っていきます。そしてベースはこちらです。ブリーチ1回の毛束とブリーチ3回の毛束、こちらの2つの毛束を使って薬剤を塗布、20分放置した結果を見ていきます。で、結果がこちらです。左がブリーチ1回で、右がブリーチ3回ですね。こちらはレッド系の中では結構濃いめに綺麗な発色をしているかなと思いました。で、変化も分かりやすく、カラー剤による違いをたくさん見てるとメーカーでの特色がなんとなく見えてきたかなという感じがします。また今後も検証を続けていきます。最後まで見ていただきありがとうございました。